よし。あ、やっと起きたの？こいつめ。嘘つき、また明日って約束したのに。とにかくどいてくれ。人の部屋に勝手に上がって眠ってる隙に馬乗りとか、人権無視にも程がある。インベーダーかお前は。何よその態度。私がこんなところにやってきたのは、シキが約束を破ったからでしょ。人を待たせておいて自分はずっと眠っているなんて、一体どういうつもりなの。そうか、約束を破ったんだから、そりゃ確かに俺が悪いけど、そんなことで人の家に侵入するのはやりすぎだぞ。ここ、四季の家じゃないわ。それにね、本当は私、もっと怒ってたんだから。何時間も待ちぼうけで約束を保護にされたんだって気づいた時、自分でも驚くぐらい頭に血が上ったわ。もう絶対にこのままじゃ済まさない。乗り込んでいって捕まえて四季の首根っこぐらい引きちぎってやる。波の言葉じゃ許さないからって。あんなの経験したことのない精神状態だった。
自分でも冷静になろうって思うんだけど、思えば思うほど頭に来ちゃってどんどん熱が上がっていくの。あなたへの文句だけで詰まった底なし沼にはまって、暴れれば暴れるほど沼が広がっていくような気分、分かってもらえる？もう本当にどうにかなりそうでたまらなかったんだから。ああ、確かにたまらないな、それは。でしょ？それでもう我慢できなくなって忍び込んだんだけど、シキが眠ってるから待ってあげることにしたのよ。言い訳ぐらいは聞いてみたかったから。でもシキなかなか起きないんだもん。やることもなかったし、しばらくあなたの寝顔を見てるしかなかった。うん、シキの寝顔はね、怖いくらい静かだった。死人のように眠っていて、もう起き上がることはないんじゃないかって不安になったくらい。不安だったら起こしてくれればよかったのに。こっちはお前にいられる方がよっぽど不安だよ。けど起こすのももったいなくて、私自分の眠っている姿は知らないけど、シキみたいに眠れるのなら幸せかもしれないなって。どうしてシキはこんなに穏やかなんだろうってずっと考えながら見つめてた。そうしていたらね、あれだけ湧き上がっていた気持ちも収まって、その後にシキが目を覚ましたの。それじゃあ夜から今までずっとそこにいたのか。うん、何度か家の人がやってきたけど見つからないようにしておいたから大丈夫よ。さっきもシキを起こしに女の子が来たけど気に食わないから追い返しちゃった。待て、追い返したって何を。手荒な真似はしていないわ。ほら、前に吸血鬼には魅了の魔眼があるって言ったでしょ。あの女の子にはシキはもう学校に行ったって暗示をかけたから、私のことも記憶に残ってないよ。記憶に残ってないよってお前ね。経緯はよくわかった。それと昨日のことはすまなかった、アルクエイド。その謝罪ってわけじゃないけど、俺は二度とお前との約束は破らない。約束する。反省してる？反省してる。何しろ後の報復が恐ろしいって今思い知ってる最中だ。ブーツでベッドに乗っかるなんて、シーツに足跡がついたら洗濯が大変だなとか思わないのか。あのさ、お前何してるの？何って、シキが着替えるのを待ってるんだけど。その格好のまま出かけるわけにはいかないでしょ。まあ寝巻きのまま出歩くほどだらしなくは。待て、なんて言った、アルクエイド。うん、今日一日はずっとシキと行動しようと思って。約束を破った埋め合わせしてくれるんでしょ。
何言ってるんだ、こっちには学校がだな。何よ、反省してるって言ったのに私より学校を取るの？あなたは。分かったよ、今日一日はアルクエイドに付き合う。けど昼間に街に出ても手がかりは何もないんじゃないか。ん？そこは気にしなくていいよ。だって街を散歩するだけなら昼間でも関係ないんだし。なんだよ、昨日の夜できなかった分これから吸血鬼探しをするんじゃないのか。もちろん夜になったら調べるわ。けど一日ずっと手伝ってもらうのも大変でしょうから、お昼ぐらいは休んでもいいと思うの。もっともない意見だけど、二人で街を歩くだけってそれって。どうしたの、シキ？顔赤いわよ。シキ？ねえ、やっぱり学校に行くの？わけないだろ。うんと言ったんだから付き合うよ。約束は破らないって言っただろ。どんな気まぐれか知らないけど、街を散歩するぐらいなら問題ないだろうし。うん、ありがとうシキ。それじゃあ早速行きましょう。ちょっと待った、すぐに着替えるからそこで外でも見ててくれ。何？呼んだ？なあ、呼んだけど呼んでない。止めて悪かった、外に出ていてくれ、すぐに追いつくから。うん、屋敷の正門で待ってるわ。今まで散々待ったんだから、これ以上待たせないでね、シキ。安心してる場合じゃないか。俺も翡翠に見つからないよう外に出ないと。
お待たせ。とりあえず移動しよう、アルクエド。屋敷の周りにいると琥珀さんに見つかっちまう。え？ああ、うん。行くなら早く行こっか。なんだよ、らしくないな。俺を待ってる間にまた何かあったのか？ううん、別に何もなかったけど。もしかして昼間だから体調が悪いのか？無理をしてまで出歩く必要はないんだ。苦しいのならやめにしても。体調は良好なんだけどね。ちょっとこの塀を見ていたら昨日のこと思い出しちゃって。昨日のことって、公園で俺をずっと待ってたこと？昨日の夜はここを全力で飛び越えてそのまま四季の部屋に忍び込んだんだけど、今にして思うと不思議だなって。どうして私あの時あんなに怒ってたんだろう。約束の一つぐらい今まで何度も果たせなかったのに。あ、そうだ、四季ならわかるかな。いつも私をバカバカって言い伏せるんだから、これぐらいわかるでしょ。あのな、単にアルクエイドは怒りやすいだけなんじゃないか。基本的にわがままな性格しているからな。そっか、言われてみればそうかも。私、四季に殺されてからすっごく感情的になってるみたいだし。疑問は評価しましたか。ならさっさと移動しよう。ところで四季、今日は服装が違うのね。いつもの黒い服はどうしたの？いつもの黒い服って、昼間から学生服で出てこられるか。で、んじゃない。今日は特別な、今までとは違う街の探索なんだろう。だからこっちもちょい上品な私服に着替えてきたんだよ。なるほど。
のね。シキ、そこでストップして回り右して目をつむって。そうね、10秒。ううん、3秒でいいから。回れ右って後ろを向けってこと？見てなさい、私も負けないから。おい、これに何の意味か。昼間なら戦うこともないし、これくらい着込んでいても邪魔にならないかなって。私、普段と違う私になってる？可愛い？黙ってちゃいいか悪いかもわからないんですけど。特別な日なんだからこれくらいの方がいいのよね、シキ。いいか悪いかってお前。まあそれくらいなら問題はない。よし、歩くエド、行きたいところとかあるのか？わからないから式に任せるわ。どこか適当なところに連れて行って。
ここはいつも賑やかね。何があるのかはよく知らないけど、娯楽施設が集中してるってことでしょ。これからどこに行くのかって聞いてるんだけど、私。聞いてる。というか、もう着いた。ほら、あれが目的の映画館だ。映画館、映画を見ようってことなんだ。いいから入るぞ。不満があるならここで別行動すればいいだろう。まあ不満はないけど。チケットを買ってくるけど何を見る？今やってるのは、恋愛物と恋愛物と恋愛物だな。ふざけてるな。俺も帰りたくなってきた。私はどれでもいいわ。なんかどれも同じみたいだもの。退屈でも我慢する。これも乗りかかった船でしょ。面目ない。できるだけ面白そうなの選んでくる。お待たせ。上演時間まで10分空いてるから、そこの喫茶店にでも入ろう。日差しの下にいるの辛いだろ。もう昼間だから辛いとか眠いとかそういうの関係ないって言ってるでしょ。10分ならここで問題ないわ。次に吸血鬼だろみたいなこと言ったら怒るからね。了解。じゃあここで時間を潰そう。私退屈。何かやって。だからどこのお姫様だよお前は。何かって例えば何？
しりとりとか？はあ？やめよう、しりとりは良くない。なんで？映画待ちのカップルはしりとりをするものだってあの人たち言ってたけど。そんなのはただのザレ事だ、気にするな。だいたいしりとりで時間潰しなんて旧時代にも程がある。携帯でネットニュースでも漁ってなさい。そうなの？でも楽しそうだよ、あの二人。あの手の二人組は何やっても楽しそうなの。そもそもしりとりは苦手なんだ。やってると悲しくなる。それだけは何があっても却下だからな。チキ、しりとりに弱いんだ。語彙少ないの？弱いんじゃなくて苦手なんだよ。っていうかつまんないだろ、言葉をつなげても。いい、5分前だし、そろそろ入ろう。これチケットな。中に入るときに見せればいい。券の半分を取られるけど、それが決まりなんだから怒ったりしちゃダメだぞ。それぐらい知ってるわ。四季は私のこと何にも知らない女だって思ってるのね。ああ、いや、なんとなく。あんまり人間社会のことを知らないのかな。知識だけならきちんと蓄えているって言わなかったかしら。私、映画館のことぐらい知ってるわ。あのさ、ハルクエイド、今日のはたまたま向いてな。うん、すっごく面白かったね、シキ。いや、でも。見るのとじゃ大違いなんだもん。そりゃ知識としては知っていたけど、そんなのさまつな空想でしかなかったみたい。暗がりっていうのがいいのかな。大きい音なのにうるさくなかったし、四季が隣にいるのも楽しかったし、でも何より内容が良かったよね。よくもまあ架空の話をあそこまで作り上げられるものだなって驚いたわ。あの情景の細かさに比べたら、私の作るイメージなんて子供騙しみたいなものだし、本当に感心しちゃった。そうなのか。まあエッフェル塔もどきの建物は確かに見応えあったけど、仕切ったら冴えない顔してる。
もしかしてつまんなかった？いや、つまらなくはなかったけど、普通だなって。あれだったら他にもっと面白いものがあるし。嘘だって、さっきのすごく良かったよ。総合点は低いんじゃないかな。今は時期を外しているからやってないけど、対策の映画はあの数倍退屈しないぞ。はっきり言ってさっき見たのは中の下ぐらいのランクだよ。びっくり。わかりやすい感情表現をするんだな、アルクエイド。残念だな。昨日までなら文句なしにいい映画がやってたんだ。そんなに喜ぶと知っていれば夜のうちに連れてきてたのに。そっか、間が悪いんだね、私と四季って。本当だな、なんだか空振ってばっかりだ。私、四季がいつも食べているところがいい。慣れてるんだな。てっきりこういう店は初めてだと思ってた。ええ、こういうところは初めてよ。前からどういった施設かは知っていたけど、それは知識だけのものだしね。知識だけって、そっか、ニュースを見るんだから雑誌だって目を通しているのか。服も普通だし、割とこっちの事情に適応してるんだよな。そういうプロセスで適応してるわけじゃないけど、ともあれ人間の文明圏に入るのならそれに即した常識は必要でしょ。だから起きた時はその時代の情報を覚えてから行動するの。まあ大抵は1日や2日で決着がつくから無駄になるんだけどね。無駄になるってどうして？だってことが終わればすぐに眠りに戻るから。次の目覚めが何年先になるかわからないんだし、覚えた知識は全て捨てて次の目覚めに備えていたの。でもそれって損をしてたみたい。私はね、今まで知識でしか世界を知らなかった。
こういう人間たちの集まりがあるって知っていても、それを経験することはしなかったのよ。なるほど。けど知ってるんならそれでいいんじゃないのか。現にさっきだってメニューに迷いはしたけど、注文自体はスッとしてたんだし。当然よ、そういう風に対応できるよう知識を得ているんだから。でもそれは数値だけの話なのよね。情報だけの世界はそれはそれで真だけど、受肉からの感覚は正しい理論より真がある。経験は理論を凌駕するって、こういうことだったのね。何千億の単語を覚えていても、実際にやってみないと何も手に入らないんだなって。どうだろう、理論は経験を補うっていう逆説もあるとは思うけど。それは理論だけしか知らない人の言葉でしょ。まあちょっと前までの私がそうなんだけど。統計じゃないか。単にさ、理論だけで経験を補えるやつと、経験で理論を覆せるやつがいるだけだと思うけど。ほら周りを見ろよ。この店だけでもこれだけ違う人たちがいるんだ。いろんなやつがいるんだから、誰もが自分と同じじゃないだろ。もう四季が真面目なこと喋ってる。そっちが真面目な話をしたから、こっちもそれに付き合ってるんですよ。話の腰を折らないでくれ。うん、知ってる。四季って私の話したいことを話したい時にちゃんと付き合ってくれるって。いつもは怒鳴り散らすけど、深刻になれば話を聞いてくれるでしょ。私って視野が狭かったのね。自分がこうと決めたら、それ以外のものは見えなくなるんだもの。私には自分しかいらない、自分だけが正しくあればいいって、そんな風にしか考えられない。でもそうよね、こんなにいろんな心があるんだから、私にできないことを当たり前のようにやってしまえる人だって世の中にはたくさんいるんだわ。でも反省したところで私の性格は変わりはしないんだけど、私今の自分が一番好きだし、やっぱり正しいんだって信じてるから。何？人のことジロジロ見て。あ、これってこういう風に食べるものじゃないの？いや、それで合ってる。合ってるけど。なんか変だ、お前の場合似合わないから食べるな。何よそれ、似合わないってどういう意味？イメージの問題だよ。
お前みたいに口が小さいやつにファーストフードは向かないんだな。おとなしくポテトをかじっている分には問題ないから、俺の分もやる。いらない。せっかく食事をとることにしたのに、そんな柔らかいものばっかりじゃ物を食べてるって気がしないもの。なあ、アルクエド。何よ、意地悪。いや、もう文句は言わないって。聞きたいことができたんだけど、いいか。いいけど、何？あのさ、お前は吸血鬼だろ。なら食事って呼べるものは血液だけじゃないのかなって、そう疑問に思った。あのね、シキ、基本的に私は食事を取らないんだ。確かにこういう風に栄養素を口にすれば自分の力だけで動けるけど、それは気分の問題なの。私の熱量の補充方法はシキたちとは違う。確かに食欲はあるけど、それは人間でいうところの性欲と同じかな。食べないとイライラするけど、私はあんまり食事に重きを置いていないから、反転衝動に襲われることは少ないよ。そうか。って、ちょっと待った。お前、そりゃ吸血鬼って言わないぞ。言うわよ。シキだって食事が味のないものばかりだったら耐えられなくなるでしょ。栄養素より毒素が多いものを食べたいと思う時がある。例えばこのハンバーガーね。シキ、あなたはなんでこの店を選んだの？単純な熱量補充のため？それともこの加工された粗末な肉と安いパンと化学調味料の塊を、さしたる工夫も技術もなしに調理した大量生産品を心の底から食べたいと思ったから？恥ずかしながら、そういうジャンクなハンバーガーを食べたいと思ったからです。うん、それでいい。別に恥ずかしがることはないんだよ。私だって毒になると分かっていても美味しそうに見えるものはある。私にとって人間の血液はそういうもの。取らなくてもいいものを取りたいという欲求において、私とあなたは変わらないわ。ほら、知性体は繁殖であれ食事であれ、それに何らかの二次的利益を付加しないとサボってしまう生き物でしょ。美味しいからものを食べる、気持ちいいから交配をする、
その究極があなたたち人間なんでしょうね。なんであれ、快楽につなげることがより強い繁栄方法だと知っている。比較的弱い生命体が最も強い生存力を示した、この宇宙でも稀有な例なんだから。いや、それはどうなんだ。いいのよ、それで。だからこそあなたたちはこの星で一番の行動動物になった。生存することに意味を見出そうとする生命なんて、星からしたらとんでもない進化だもの。まさにその発想はなかったね。とにかく神祖である吸血種、私の場合はそんな形而上の二次的利益を満たしてくれる最上級の食べ物が血液なの。だから活動するということだけを目的とするのなら、人間の血を取る必要は全くない。つまり神祖という吸血鬼にとって、精神的空腹を満たすのに一番適したものが血液だと。けどアルクエドは血を吸うのは嫌いだって言ったよな。そうか、人間に食べ物の好き嫌いがあるように、アルクエドは血の味が嫌いってわけだな。わからない、血の味なんて私知らないもの。私は吸血士としては半人前だって言ったでしょ。血の味は知らない。それがどんなものなのかまだわからない。わかるのは、血を吸うということはその相手を人と認識しなくなるっていうことだけ。ねえシキ、もしもよ、もしも鳥や魚にあなたと同じぐらいの知性と寿命があったら、あなたは食べられる？どんなに知性があっても、食べ物は食べ物だからって割り切って食べられる？いや、それは…ほら、そういうこと。私が血を嫌っているのはそういう理由なんだ。まあ、四季の言う通り好き嫌いはあるのかもしれない。私、できることなら血は見たくないもの。だけど、そうね。もしも私に人の知性や価値観がなかったら、ためらうことなく血を吸っていたかもしれない。生きるために他の生命を奪うことは、自然界じゃ当然の摂理なんだし。そりゃ生きるために他の生き物を食うのは自然の摂理だろう。けど人間とお前は似たようなもんじゃないか。動詞を食べるのが禁忌なのも自然界のルールだろう。だからそういう例え話はやめてくれ。もしもの話はあんまり好きじゃないんだ。そう、私はイフって好きよ。どんな結果になるかわからないけど、とりあえずその時は
どこかに救いがあるような気がするでしょ。どうしたの、シキ。いきなり暗い顔しちゃって。あ、もしかしてトイレとか？あのな、人が真面目に悩んでるっていうのに、よりにもよってそれか、お前は。隠し事はずるいわよ、シキ。隠し事なんかしていないよ。そもそも隠し事だらけなのはそっちの方だろ。いつも俺にはわからない話をして面白がってるんだから。面白がってるって、そんなことあるけど。なんだ、本当にこっちが頭を抱えてる姿面白がってたのか。いたずら好きっていうか、秘密主義っていうか。ま、どうせ俺はお前とは違う生き物だからどうでもいいけど。そんなことない。私ちゃんとシキには話してあげてるよ。隠し事が多いように見えるのは、シキがあんまり聞いてこないだけなんじゃない？よし、聞けば教えてくれるんだ、何でも。ええ、私たち協力し合ってるチームだもの。それじゃあ質問。アルクエド、お前の敵って結局どんな吸血鬼なんだ？ここまで追ってきた以上、それなりに面識はあるんだろ？それは、その…なんだよ、俺に隠し事はしないってさっき言ったばかりじゃないか。そうなんだけど、怒らないで聞いてね。この町に吸血鬼が潜んでいると分かったのはつい最近のことで、私はまだ本体に出会えてさえいない。今回の敵がどんな姿をしているのか、男性なのか女性なのか、子供なのか大人なのかさえ分からない。じゃあ他の特徴は？ほら、ブローブの懲罰能力だっけ、ああいう特徴はないのか？それも実際に見るまでは断定できない。私の追っている敵はそう強力な人じゃないけど、今回は何を得意としてどんな体になっているのか私には予測できない。そうね、その幅広さがあいつの特徴と言えるかも。この町にあいつの気配があることしか私には分からないわ。
まだ見つけていない以上、相手の特徴はわからない。それはいい、当然の話だけど、そいつの名前ぐらいは知ってるだろう。名前、そう、名前。あいつの名前はね、シキ。あいつの名前はミハイル。ミハイル・ロワ・バルダムよ。人間から吸血鬼になった。どこにでもいる使徒の一人よ。アルクエル、お前、つまらないことを聞いて悪かった。名前が知れただけで十分だ。あとは直接見つけて、この目で確かめればいいさ。ごめんなさい、シキ。みっともないよね。私、あいつの名前を口にすると冷静でいられなくなるみたい。気にしないでいいよ。お前には悪いけど、むしろ人間らしくてほっとしたぐらいだし。そうなの？人間らしいってどこが？ああ、憎い相手だから追いかけて、感情的になりそうだから敵としか口にしなかったんだろ。無感情に、事務的に吸血鬼を殺すってことより納得がいく。お前にちゃんと理由があるのなら、俺はその方が。とにかく質問は終わり。あったかいうちに食べようぜ。この手の飯は冷めると致命的にまずくなるからさ。うん。でもこれ、もともと美味しくないと思うよ。四季の味覚ってちょっとあれよね。四季の通っている学校に行きたいな。
言っとくけど、校舎の中には入れないからな。俺は今日ずる休みしちまったし、アルクエドは部外者なんだから。分かってるって、式に迷惑はかけないから安心して。アルクエド、こっち。とにかく中庭に入ろう。気づいてる？式。気づいてるって、何が？学校のこと。私が見る限り誰もいないみたいだけど。なんだって？ねえねえ、中には誰もいないんだよ。嫌です。人がいないなら中に入っても怒られないわよね。タイミングできたんだ、私たち。だから、金輪際嫌なんだって。へえ、思ったより中は広いんだ。廊下も広いし、これなら十分使えそうね。このドア開かないんだけど、壊しちゃっていいかな？なんで人の話を聞かないんだ、お前は！高校見て何が楽しいんだ。遊び場なら他にもたくさんあるだろう。適当に連れて行ってやるから、よそに行こう。そうでもないんじゃない？四季の通ってるここはそれなりに楽しそうなんだけど。四季、私校舎の中に入ってみたい。そこの入り口の鍵殺してくれない？殺してくれないってお前な。私がやるより式の方が綺麗でしょ。式の切り口はどんな刃物にもできない切断面だもの。後になって誰かが見つけても究明できずでおしまいだよ。まったく、変に子供みたいなんだから。
くそ、都合よくあるんだもんな。いいよ、ここから中に入ろう。四季はここで何を習ってるの？何って、世間一般の学生が習うことだよ。歴史の勉強から自国の文化への深い造形、ついでに物のあり方の理解度を深める物理や数学。ああ、いずれ諸外国に旅立つことも想定して英語も教わっている。そうなんだ。四季のことだから効率のいい人体解剖術とか刃物の扱い方を習ってるのかと思った。アルクエイド、お前初めからここがどういうところだか知ってて言ってるだろ。大当たり。四季。なんだよ、急に真面目な顔して。やっぱりここに連れ込んだのは訳ありなのか？いえ、ここに来たことに指して理由はないわ。私はただここでのことを聞きたいだけ。ここでのことって学校のことか？そう、四季はここで一日の半分を費やしているのよね。そうまでした知識や経験は全て使い切ることがあるの？あなたは人生に不必要なことを学んで時間を浪費していたりするんじゃないの？はい。ここで習った知識や技術はあなたの人生において一度も使われないこともあるのよね。そういうのって無駄じゃないの？まあ確かに多くは無駄になるかもな。数学を習ってはいるけど専門職に就かないのならそこまで活用はできないだろうし、生きていく上で使うのは算数までのレベルでいいし、国の歴史や英語を習ったところでそれをこの先使うかどうかはわからない。アルクエイドの言う通り、ここで過ごす時間の大半は人生にとって余分なものだよ。なんだ、ちゃんと気づいてたんだ。なら、どうしてそんな無駄なことをするの？あなたたちの時間は短いんだから、そんなことをしている暇なんてないはずなのに。暇はないって。まあはっきりとした目的は今はないからね。それまではこうやって無駄に生きているわけだけど。信じられないな。無駄だと分かっていながらそれを日々の枷にしているなんて、うん、私には信じられない。日々の枷か。確かにそうかもしれないけどさ、無駄ってそんなに悪いことかな？え？
いいじゃないか、余分なことって。ここで習ったことがここでしか使われなくても、それはそれで日々の名残になるだろう。いつか年を取ってぼんやりと過ごしているときにさ、ああそんなこともあったなって苦笑しながら思い出せる出来事なら、それはそれで意味があるよ。その思い出自体が無駄なことなのに、それを楽しく思い出せるっていうの、四季は。ああそのあたりは大丈夫。自分にとって都合の悪いものは思い出せないようにできてるんだよ、人間って。人生は無駄なことだらけだし、突き詰めて考えると生きてること自体が無駄じゃないか。その反対で、無駄なことをするために人間は生きてるのかもしれない。だから俺はあんまり深刻にはならない。全ては無意味なことなんだって気づかないよう、ごまかしごまかしやっていくのが当たり前の生き方なんだと思うよ。無駄だと認めた上でそれをこなすんだ。私は無駄なことはできない。今までだって必要なこと以外はやってこなかったから。何言ってるんだ。それなら今日一日のことなんて無駄だらけじゃないか。アルクエイドの目的は吸血鬼を見つけることだろう。なら俺と街を歩く必要なんてないし。そうよね、それが私にもよくわからなくて、無駄しかないような式に質問してみたんだけど余計わからなくなっちゃった。はいはい、悪うございました。どうせ俺は無駄しかない人間だよ。自分でも自分のいていい理由が証明できないしね。ごめんね、四季の言いたいことはわかるんだ。人間という種は価値基準を個人ではなく全体で持っている。だからこの間違いも全体が正しければ許してもらえる。あなたたちは最後に種が終わりを迎える瞬間にたった一つの個体を生み出すために繁栄できる。けど私たちは個体だから、自身の間違いは決して許されない。自分以外の意思を決して自身に反映させてはいけない。だから余分なことはしちゃいけないんだなってずっと教えられてきた。でも分からなくなっちゃった。たった少し、たったの7日間だけなのに、私は正しいのかなって。だってすごく楽しいんだもの、こうしてるのが、生きているっていうのが。ただそれだけで嬉しいなんて今まで考えたこともなかった。私壊れちゃったのかな。今までこんなに長く起きていたことがないから、本当はもうとっくに眠ってしまっていて、自分勝手な夢を見てしまっているだけなのかな。壊れてるって何が。お前は普通に見えるけど。外見はそうだろうけど、中身が違っちゃってるんだ。楽しいとか辛いとか、そんな余分な感情が今はとても大きくなってる。以前は無視できたものが無視できなくなっているなら、それは壊れてるということでしょ。それにね、私は普通じゃないよ。四季とは違う、吸血鬼なんだから。
らしくないな。無視できないとか、無駄なことをしているとか気にするな。そんなの放っておけばいい。自分のことなんて真剣に考えてもいいことないぞ。何を迷ってるか知らないけど、お前はそのままでいいんだ。だって誰にも迷惑なんてかけてないんだから。そうかな。私、四季によく怒鳴られるけど、あれは違うの？バカ、俺は例外。俺にはお前を殺した罪があるんだから。お前に引っ張り回されるのは自業自得なんだよ。だからいいんだ。俺は好きでやってるんだから、俺にかける迷惑なんて考えないでくれ。もっとちゃんとしてくれ、アルクエイド。そりゃあお前はわがままだったり自由すぎたり手を焼かされるけど、それ以外の部分はまともだよ。壊れてなんかいないし、普通の女の子と変わらない。だからいつもみたいに笑ってくれ。お前にそんな顔をされるとこっちの気持ちが悪くなる。ひどい言いようね。私そんなにわがままかな。何言ってるんだお前。アルクエイドからわがままって単語を取ったらもう骨しか残らないぞ、骨しか。四季のバカ、人が真剣に相談してるっていうのに何よこの薄情者。そりゃそうだよ。俺はお前以外には優しいって言ったじゃないか。薄情なのは今に始まったことじゃないし。やっぱりお前は元気な方がいい。俺もなんだかホッとした。え？なんで四季がホッとするの？私に対しては薄情なんでしょ？あなたって。いや、まあそれはそうなんだけど。もうはっきりしない人ね。自分で自分のこともわからないの？さっきまで弱音吐いていた吸血鬼に言われたくない。いいんだ、俺は自分がわからなくて。
おかしいって自覚はしてるし、いつも記憶が曖昧で貧血ばっかり起こしてるんだぞ。基本自分のことさえ面倒見きれないんだよ。そっか、だからシキはいつもぼーっとしてるんだ。さて、ほら、そろそろ出るぞ。もう用事はないんだろう？うん、用事はないんだけど、シキ？式には楽しいことってあるの？今日は熱でもあるのですか、お姫様。茶化さないで。私少しはあなたの体のことを知っているわ。式だって分かっているんでしょ。自分の体がいつ死んでもおかしくないってことぐらい。まあ、そりゃ人間はいつか死ぬ。あなたの場合人より早いでしょうけどね。どうしてかしらね。あなたを見ていると時々わけもなく怖くなる。だから聞かせて、そんな不安定な命で楽しいと思える時があるの、シキ？本当にバカだな、お前は。そんなの俺にわかるはずがないじゃないか。Thank you.
たださ、生きてるだけで楽しいんじゃないかな。今までが楽しかったから、これからもやっていこうって気になるんだ。きっと、そうに違いない。まあ、お前の質問に答えるとしたら、こんなところか。それが四季の心なんだ。そうしているだけで楽しいか。そうよね。余分なことだって分かっていても楽しいのなら切り捨てることはできないもの。私はそれが怖くてつまらないことを聞いたけど、今はそれが答えでいいかな。なんだよ、さっきのことまだ引きずってたのか。そうだけど、とりあえずわだかまりは消えてくれたわ。だからこの町に救っている吸血鬼を倒すまでは迷わない。それまで四季と一緒に戦うよ。そうだったな。俺とお前ってそういう関係だったっけ。なあアルクエド、全部終わった後、吸血鬼を倒し終わったらさ、別れる前にもう一度だけこうして遊ばないか。ん？それどういうこと？アルクエイドの目的が済んだら、もう一度ぐらい無駄なことをしようって言ったんだよ。結局俺とお前は協力し合っているから一緒にいるだけだろ。だから本当に何の義務もなくなった後、何の意味もなく会えたらどうなるかなって、そう思っただけ。まあお前が忙しいって言うなら別にいいけど。しっかり暗くなったな。他に行くところもないし、そろそろ始めようか、アルクエイド。もう行くの？まだ街は明るいよ。早いに越したことはないだろう。昼間は十分に遊んだんだから、夜ぐらいはきちんと仕事をこなさないと。四季って変に生真面目よね。
そんなに真面目なのにどうして昨日は約束を破ったりしたのかしら。仕方ないだろ、昨日は体が動かなかったんだから。直前までは公園に行くつもりだったんだ。ふん、そうなんだ。じゃあそうしよっか。なんだその顔、嫌な予感しかしないんだけど。なんだよそうしよっかって。だから式は公園に行くつもりだったんでしょ。まだ時間はあるんだし、昨日できなかったことなら今やり直せばいいじゃない。ちょっと待てってば。おい、なんだかんだ言ってちゃんとついてくるんだよね、シキって。バカ、お前を一人にするとは何するかわからないからだろう。でもやっぱりこの時間だと人が多いのね。そこかしこに人の気配がしてちょっと落ち着かないかな。だからどうしてこっちの話を聞かないんだ、お前ってやつは。そう？私四季の声はちゃんと聞いているつもりだけど。そうか、聞こえていて無視しているとなると余計に立ちが悪い。無視もしてないよ、四季の小言に返答すると決まってバカって言われるから黙ってるだけなんだけど。そうか、それはこっちにも問題があったかもしれないか。大丈夫？式、無理しないでベンチで休んだら？そうする。体が落ち着いたら町の方に行くからな、アルクエド。もう式がやる気になってるのは嬉しいけど、まだ時間が早すぎるのよ。ブローブの時もそうだったけど、吸血鬼は自分たちの時間でなければむやみに活動はしないものなの。彼らはもっと夜の気配が濃くならないと活動しないから、しばらくは時間を潰さないとね。
月明かりか。シキ？どうしたの？死者でも見つけちゃった？いや、そうじゃなくて、とんでもないことを忘れてた。アルクエド、俺2日前の夜に変な奴に襲われた。ん？変なやつってどんなやつ？それが、というわけなんだけど。あの黒い使者とノエル先生、代行者って言うんだな。あの人はお前の敵なのか？そうね、両方とも私の敵よ。その黒い使者は何者か知らないけど、修道服を着た女のことなら見当はつく。シキを助けた奴は確かに代行者でしょうね。念のために聞いておくけど、そいつ一人きりだった？ああ、ノエル先生一人だったけど。そう、そいつの独断か、あるいは動けない理由があるのか。もう一人があの女だとしたら目障りね。あいつなら私より先に棺を見つけ出せるでしょうし、先にそっちを潰しておくか。アルクエドにとってノエル先生が敵だっていうのはわかる。あっちもそう言っていたし。でも目的は同じなんだから協力し合えないのか？まあね、場合によっては手を貸してあげることもあるわ。でも今回は絶対に無理。人間には譲らないし、もし代行者があの女ならまずそっちを始末してる。あっちとは協力しないんだな。お前がそう言うなら俺もこれ以上は言わない。理由は聞かないよ。え？うん、ありがとう。なんかシキ優しくない？いつもならもっとしつこく食い下がってくるのに。お前が嫌がってるのは分かったからな。でもノエル先生との関係とノエル先生の背景については別問題だぞ。いい加減その代行者ってのが何なのか教えてくれ。そうね、余分な知識だから話さなかったけど、こうなった以上話しておくわ。以前も説明したけど、
上司タイプの吸血鬼は己の存在を隠蔽しようとする。犠牲者を出しても周囲にそれを異常だと気がつかせないよう様々な魔術を働かせる。これどうしてだかわかる？外敵を呼び込まないためだっけ。派手にやるとやってくるんだろ、吸血鬼退治の専門家たちが。そう、吸血鬼には天敵がいる。それも今ではパワーバランスはあっちの方が上っていう殺し屋みたいな集団がね。吸血鬼たちが人間を秘密裏に搾取するのは自己保身のためよ。彼らは社会的な風分ではなく、その天敵に嗅ぎつけられることを嫌って自然に死体を隠蔽する。それがノエル先生みたいな連中か。吸血鬼たちの天敵ってまた化け物じみたのが出てきたな。何言ってるのよ。確かに代行者は人間離れしているけど、彼らはどこまで行っても人間よ。吸血鬼、使徒の天敵というのはあなたたち人間そのものなんだから。天敵って俺たちが？もうずっと昔、西暦が始まったばかりの頃、人間は様々な魔術、神秘学、式典儀礼をもとに組織体系を作り、人間以外の霊長類を排除し始めた。その最たるものが聖道教会、普遍的という名を掲げた欧州の一大宗教よ。彼らは昔から人間でないものを徹底的に淘汰してきたけど、その中でも吸血鬼に対する敵視はどうかしているわ。世界中のどんな宗教を見たって教会以上に吸血鬼を敵視している宗教はない。あれはね、すでに疲れてる、病的すぎる。この私でさえできるなら関わりたくないぐらいだもの。で、四季を助けたのはその中でも異端狩りを専門としている連中よ。主の教えを代行するという役割からエクスキューターって呼ばれてる。教会の矛盾点を法ではなく力で処理する。決して表には出てこない殺し屋みたいなエクソシスト。ただの代行者なら可愛いものだけど、これが埋葬機関の代行者になると話は違ってくる。あいつらは使徒を捕獲するためなら手段を選ばない。もし派遣された代行者がそっちだったら、ブローブが暴れる前にこの町は地図から消えていたかもね。ブローブ以上ってそんなに見境なしなのか、そいつらは。ええ、連中は相手が吸血鬼であるのなら何をしても許される権限を持っている。それは使徒に狙われた町も同じ。まだ人間が生活していようが、すでに汚れた土地ならもろともに焼き尽くす。そのノエルって代行者が今まで何もしなかったのは、私と使徒を同時に始末する機会を伺っていたんでしょうね。埋葬機関にとって人間ではない霊長はそれだけで悪だから。なんだよ。
じゃ一人きりじゃないか、あいつ。アルクエド、そろそろいいんじゃないか。そうね、そろそろいいと思う。さっきからおかしいぞ、アルクエド。昨日乗らないことでもあったのか。そういうわけじゃないけど、シキが話してくれた黒い使者のことがちょっと引っかかって。あ、そういえばね、シキ、私昨日ここでナンパされたのよ。はい？ごめん、ちょっと意味がわからない。だから昨日ここでシキを待っている間、男の人に声をかけられたって言ってるの。いや、何が起きたのかはわかるんだが、お前黒い使者について考え事してるんじゃなかったのか。してたわよ、だから思い出したの。シキが襲われたみたいに私も男の人に声をかけられたなって。なるほど、そりゃよかった。確かに外見だけならお前は美人だからな。真っ当な感性と狂坦に値する胆力を持つ男なら声の一つぐらいかけるさ。やっぱり私も最初は敵かなって思ったんだけど、シキが言ってたじゃない、私はいるだけで目立つって。だからしばらく出方を伺ってたらただの人間だって分かったわ。まさに間一髪ね、あの人。ほら、昨夜の私、誰かさんのおかげでちょっとイライラしてたから。ちょっと待って、まさかとは思うけど、ナンパしに来た男を、そのだな。ううん、何もしなかったよ。ちょっとだけ話して私のことを忘れてもらっただけだから。その四季の言葉を思い出さなかったらどうにかしてたかもしれないけど。そうか、偉いぞアルクエド、お前にも分別ってものがあったんだ。当然でしょ、私を怒らせるなんて四季ぐらいのものだもの。他の誰にも私を殺したり助けたりしてくれる人はいないんだから。そりゃまあ誰だって殺されれば頭にくる。
あ、ねえ、ほら。なんだよ。